見てないですし、見てないですし、そういう話にも大事な話がまあ一応あるんですけども、はい、来週から、10月5日水曜夜11時15分からに、グタヌボの裏じゃない、まずいですよ、はい、上がります。まあかぶんないでしょう、見てる人、ね、うん、どうやらこの番組、うん、F 層らしいのよ。私もびっくりしたんだけど、だからガチンコ対決よ。え、女性がこれ見てんの？いや、女性が多いのよ。あ、そう、私もびっくりしたの聞いて、うん、だから私グータン見てるって言ったんですよ。なるほど、そういうことね。そんなめちゃくちゃなこと申しませんよ。確かにそうだね。失礼します。お前もグータン見てるだろ？見てます、ね、いやもう、ほらもう、そんな見ちゃってんだから。見ちゃうんだね、女の人はね。でもまあこっちも3人でトークは同じですもんね。3人でトークはしてんけど、けどさ、この時間にはもう戻ってくることはないんでしょ。じゃあ11時15分で失敗したから、言わないの。バカないわよ、戻れる場所なんて。もう生きるか死ぬかだよこれからは。初めて厳しいこと言われた。でもきっとこの時間に見てる方ってこう上に上がったらどうせとか思っちゃうますから、うんうん、それは裏切らないように。それは裏切らないよ、攻めてくよ、うん、はい、この番組は変わらずに、変わらないよ、いや、はい、もうそれはもう前のめりに倒れていくしかないですよ、うん、そうですね、うん、惜しまれつつなんてのも嫌ですよ。ダメ、もう、はい、みんな、うん、もうありたらゆる人の悪口を言ってやめてくれ、うん、当然だと、うん、終わって当然だよっていう終わり方をしましょう。はい、変わらずに攻めていきましょう。さあ、じゃあ今日も国民の皆様のお怒り参りましょう。27歳女性看護師の方です。ここ数年思っているんですが、ランニングブームにあやかってマラソンイベントなどに参加イコール素敵と思っている女子やモデルに腹が立ちます。健康づくりなんて黙ってやったらいいのに、テレビやブログで〇〇マラソンに参加しますとか書いてあると勝手にやっとれと思います。そう、腹立つ。どんなに私もこれそんなに腹立たないんだよね。なんでかっていうと、うん、もしね、裏事情があったとしてもよ、うん、マラソン走ってんだよその女、うん、はい、すごくない？すごいです。私絶対嫌だもん。無理ですよね、マラソンなんて、うん、それだけで。だからどんな事情があるか分かんないけど、うん、気合入ってるなと思うわ私は、うんうん、ちょっとまあイチャモンつけるとすればね、うん、そのやっぱり何かしらそのキャラがないとやっぱテレビって出れないのよ。やっぱタレントさん、うん、やっぱアイドルとかも今厳しい時代だから、うん、何かキャラを一個乗せなきゃいけないわけよね。何か、いや趣味がこれですとか。それでもマラソン選ぶっていうのは相当ダメなタレントだよ。そこまでハードなものをキャラにしなきゃテレビに出れないっていうのはもうあなた危ないですよっていうサインであることは確かよね。マラソンがネタで出れる回数って限られてる。限られてるよやっぱり。そこに行ってさらにフルマラソンを何回も走っちゃってったら、うんうん、私はもうむしろちょっと偉いなって思っちゃうんだよね。もちろん好きな心もあるんでしょうしね。もちろんね、あると。やってる人もいるでしょうしね、うん、でそういう、まあ、まあしょうがなくマラソンキャラをつけちゃってっていう人もいるだろうし。だって猫さんなんてもう、いや、そう書いてあるもんだよ、取得まで、うん、いうことで。カンボジアに帰化しようとしてんでしょ。すごいよね。あれもう来年に迫ってますけど、カンボジア政府としてはどういう判断を、ね、まだ降りてないでしょ、うん、まだちょっと出てないと思いますけどね。でもそれくらいストイックにやってる方は、うん、いやそれもだから、それタレントの仕事のためだからね。やっぱそのオリンピック出たっていうやっぱり一つの肩書きが欲しいわけだよね。そうなの？いや絶対そうです。それはマラソンでオリンピック出たいっていう夢のためじゃないですよ。あ、そうなんだ。私純粋に絶対オリンピックに、うん、出たいっていうのが あったのかと思った。いやもうね、絶対もうそっちの方ですよ。オリンピック出たら面白いよねっていう。でもそれでカンボジア人になっちゃう？もうそれがね、
ああいうタイプの芸人ですよ。こう言っちゃ悪いんだけど、いるんですよ。でもね、まあ、だとしても、そしたらすごいわ。うん、その受け狙いでしょ、うん、要は、のために、うん、カンボジア人になるっていうのは、うん、国籍変えてまでっていうのは、うん、私はちょっと想像できないもん。うん、まあ、じゃあ、いわゆる、ブログで走りますって言ってる、うんうん人とはちょっとレベルが違うわよね。ちょっと違いますね。猫さんはね、うん。その女子たちはどうですか？その、それを発信しているっていう。私ね、具体的に想像ができないのよ。それ、どういうことをしてるの？そういうマラソンタレントさんたちは。日々のトレーニングの風景とかを、まあ、ブログに上げたり、最終的にはここのマラソンに出ましたって。うん、あとはもう美じゃない。走ると、私みたいにこういうスタイルに なっちゃいますとか、それでまたそういう本を出したりとか、うん、そういう方にビジネスに展開していくってことね。うん、そう好きなえだって そういうことでしょ。ビジネスがなければ、うん、ビジネスならないでしょ。でやっぱり結構大きなマラソン大会だとやっぱタレントさん出るとお金が発生したりするっていうのも聞きますしね。本当に？はい。なんか言ってましたよ。えホノルルとかそういうの？なんかね、多分日本国内の多分ああいう、うん、あ地方のなるほど、うん、そんないわゆるガチのあのオリンピック代表選考マラソンとかじゃなくて、うん、そうそうなんかもっともっと参加者を増やしたいっていうマッチョ的なマラソンとかだとまあ多少お金が発生営業ですよね。マラソンの営業あでもそう考えると悪いことはしてないよね。そうなんですよ。ジャスコの上に行ってんのと同じなんだもんね。そうですそうです。営業として行ってんだもんね、うんうん、それで長い距離を皆さんに手振って走ってる人にも頑張ってくださいよっていう営業ですから、すごい大変な営業なんですよ。それをお金発生して当然だという、ね、もうじゃあそう考えると、うん、経済活動だよ、うん、立派な、うんうん、そうするとこれはちょっと違いますね。違いますね、はいはい、これは不採用にいたします。はい、続いてまいります。38歳女性会社員の方です。車の後ろによく貼ってある赤ちゃんが乗っていますは何がしたくて貼っているんでしょうか。赤ちゃんが乗っていて安全運転すべきなのはその車のドライバーであって、周りの車が赤ちゃんの乗っている車にすることなんて何もないのだから、外に向けてアピールする意味なんて全くないと思うのですが、お二人はどうお思いになりますか。まあそうだね、確かにうるせえなんだよね。私今までの全部やる中で一番嫌いかもしれない。なんかもうなんだねこのテーマ、なんかもうぼやき漫才でも芸人がネタにしたのかっていうようなお便りですけどね。なんだろう、中にはさ、そうちょっとギャグっぽく貼ってる人もいるだろうし、うん、ちょっと自虐入ってたりとかさ、うん、俺も落ち着いちゃってこんなファミリー感運転して、そうそう、なんかこの昔はスポーツカー乗ってたんだけど今こんなワゴンに乗っちゃってるよみたいなのとかね、うもうあるでしょうね、うんうん、ジョークグッズぐらいの気持ちじゃないの。そんな気がすんだよな、ね、あれ貼ってる人も多いじゃないか、クマ出没中いるいるいる、はいはい、あれ見て注意しようとは思わないですそれと同じ、同じところで売ってるもん、あのチームでも本気でそれを印籠のようにつけてるやつがいたとしたらちょっと怖いね。なんだろう、どう俺らにどうしろっていうの。いやでもまあちょっとの予防線としては貼っときたいなっていう心はあるんですかね。いやそんなに怖いならもう車乗せなきゃいいさ。まあまあそうですね、車に乗せなきゃいいさ、そして乱暴な運転するやつらはそういうのを気にしない連中だからね。そうですね、本来そもそもね、うん、そういうところに目が行く人はもう本来安全なドライバーの人だからね。はい、だからそれはねあんまり意味がないと思うよ。初心者マークとか、うん、あとほら今高齢者のマークあるよね、はいはい、それとあんま変わんなくない。うん、法的なものがないだけで、うん、そうですね。でこの前ね高速に乗ってたらね、本当の10トン車、うん、あれに一番大きいトレーラーみたいなやつね、うん、あれにいわゆる高齢者マークが貼ってあったあれさ僕初めて見たの、初めて見たの。あれって
何歳以上からだっけなと思って。70歳。70だよね、はい、だから多分トラックドライバーさんでも多分定年があるからまあ見ないでしょう。だからさ、超びっくりしたね。ちょっとそれはビビったね。おかしい。まあ、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。当時まだ今ちょっとデザイン変わったけどもみじマークって言われてる頃に、うんうん、個人タクシーの運転手さんで、うん、もみじマークがついてたのよ。で私も手挙げちゃったから、うん、すいませんもみじマークついてるんで遠慮しときますってもう言えないじゃない、うん、で乗ったのはいいんだけど一度たりともまっすぐ走れないよね。もうちょっとこう、うん、ちょっとフラフラしてんだよ、うん、ずっと、うん、でその時にどうしようこれ怖いから降りますとも言えないし、うん、だからもう一人でバイブの電話が鳴ったふりして取って、うん、あ変わった、嘘のものをじゃってるしタクシーみたいな人しきり演技をして傷つけないように優しい いや人格者だな。それで一回で終わればよかったのよ、うんうんうん、2回目があったの。それもさ、手挙げちゃった後にバッて気づいたんだけど、また断れないから乗ったじゃない。そしたら、2度目ですよねっておじいちゃんが言うのよ。で、その説はお世話になりましたって言ったら、この間お客さんあれですよねって、降りられましたよね途中でって。あれ、本当は違ったでしょみたいな。もうバレてたのよ。それでうわー本当に申し訳ないと思ったんだけど、そのおじいちゃんはいや分かりますよって、遠慮なさらないで降りてくださってもいいし、今ももうお嫌でしたら降りてくださってもって言うのよ。で私かわいそうになってきちゃって、いやもう今日は乗りますよって、まあ、その代わりちょっと安全運転お願いしますねって言って話し込んだら、もうねほとんど誰も乗らないんだって。でもこうやってたまにね乗ってくださってこうやってお話ができて、もう年金もいただいてるしそんなに儲けようとは思ってないから、もうこれで幸せなんですよって言われて、いや私その時は一旦負けたよ私が、あおじいちゃんもう待って頑張ってねって言ったけど、ダメだろ止めてタクシーで運転手したらやっぱり確かにそうだよ、ダメだよそんな危険なタクシーの運転手、ごめんなさいものすごい長い話になっちゃったけど、ものすごい私も途中まで騙されたかったの、うん、私が悪いんだって、うん、なんてひどい女なんだろうって、うん、ちょっとうるっと来てたのタクシーに。本当だ、どこがうるだったの今。あ途中までの話で、そうマツコさんもいい人だしタクシーの運転手さんもいい人だなって、こうあったかいハートウォーミングな。いい子だよ夏目は。いやいや、なんだ何アピールだ。そんな簡単に泣けませんよ。11時台へ行く準備が早いんじゃない。ちょっと本当に、この外に向けて赤ちゃんが乗ってるアピールっていうのは、あそうだ、はい、それだったわね。あまあカリカリしなくてもそうです、ね、いいかなと、まあ、うん、基本安全運転なんですからみんな。そうです ね、はい、よし。俺だって準備して、11時台の準備してじゃねえよ。してねえのあんただけだ。私だけだよ。もう今高齢者的にましたよ。ダメだって丸くしてダメダメ。もうやめて二人とも。続いてまいります、26歳男性無職の方です、バラエティ番組に対していちいちやらせだと騒ぎ立てる視聴者に怒りを覚えます。その内容も芸人が披露していたエピソードが作り話だったなど、重箱の隅をつつくようなものや冷静に考えれば想像がつくだろうというようなものばかり。バラエティ番組はあくまで虚構であるという前提があるからこそ、制作者そして出演者は面白いものが作れるのだと思います。
バラエティにまで誠実さを求める視聴者って何なのでしょうか。最近は面白い番組がないなどと言う前に、自分たちがテレビをつまらないものにしていることに気がついてほしいと思います。それより私はもう、あのタクシーの運転手さんを傷つけてしまったんじゃないかと思って、今胸が苦しいんだけど、ちょっと今もおじいちゃんに傷ついてちょっと引退したんじゃないかとかいろいろ。は、何ですかそれ。いいんですよ、引退すりゃっていうのがマツコさんですよ。いや別に11時代じゃないよ今の、胸が痛いなんて嘘ぶっこんで。いやだってさっき2連続で2人にやられたから私だけないのはと思ったから今。いろいろ守るべきものが出始めたのよ私も。ごめんなさい、ぶっ込みました。はい、続けて。彼はまあ虚構であるって思ってるからこそ見てる方が楽しめるというふうに言ってるんですけど、そのあたり虚構であるからと思われるのも嫌だけどね、うん、私もそこがちょっと引っかかったというか、超ドキュメンタリーっぽくお笑いをやっている場面もあるから、どうせあんなもん全部嘘よってなっちゃうと、そうではないんだよね、はいはい。いやもうそれは僕はもうそのヒッチハイクをやってて飛行機に乗って旅をしたっていうことで、もうやらせだやらせだということで、もう帰ってきたらもうすごいもうバッシングでしたから、僕ら本人は別に、いや別に飛行機乗った旅ですよっていう気持ちだったから誰も騙してるつもりないんだけど、それでもみんな見てる人は感動したのに、騙されたあの感動返せみたいなので、いやすごいバッシングだったから、もうちっちゃい子供もあれ嘘なのっていう寂しい目をするっていう、とお母さんが言ってたんだけど、あれ嘘なのっていう。切ない。まあでも確かに、まああれはちょっとね、ドキュメント色が強いっちゃ強い企画だったから、まあそれをね、飛行機乗りましたっていうのを公にしてなかったからやらせって言われたのかもしんないけど、例えばほら昔だってさ、全員集合とかね、ひょうきん族とか子供に見せちゃいけませんみたいな動きはあったわけじゃない、はいはい、でもそこまで、例えばもう局にね、すごい団体で、はい、もう大勢で抗議をするとか、そこまでの明確なやつはなかったわけじゃない、はい、あとほら告げ口じゃないけどさ、こうクレームの電話を入れるみたいな手段もあるわけじゃない、だそういうのってさ、私にはちょっと分かんないんだよね。分かんないね。それは有吉さんも分かんない。分かんない。理由は、何だと思う？いやだからね、やっぱバラエティでね、はしゃいでね、バカなことしてキラキラ笑ってるでしょ僕ら、それがね、悔しくて悔しくてしょうがないね、陰湿で陰険なねやつがいるんだ。とにかく俺はこんなに不幸なのに、あいつらはテレビで楽しそうにしやがって許せない、俺みたいな不幸な状態にあいつらをしてやるっていうやつ絶対いると。俺はそう睨んでる、ずっとずっと俺はそう睨んでる。私もねちょっと近いんだけど、やっぱりね不景気っていうのがすごい影響してる気がして、要はさ昔ってイケイケどんどんだったわけじゃない、日本はバブル崩壊するまで、でまあバブル崩壊した後もなんとなく余韻でさ、お金ってあんじゃないかみたいなさ、浮かれててまだ持ってたけど、今何にももう先にいいことがないんじゃないかみたいなさ思いにみんななってるし、実際お金もないしってなってくると余裕がなくなるじゃん、みんな心に。
だからさ、どんなに気に入らないことやってようが、なんだろうが、なんとなくお金が回ってくるし、なんとなく周りも幸せそうだったら、そんなこと気にしないでってなるけど、笑いながらさ、ふざけたさ、内容のないことをやりながらさ、自分たちよりお金あと何が悪いの？その芸人が嘘ついて笑わせてんでしょ。さっきのあの高齢者の標識のマークがついたトラックっていうのは10トンじゃなくて本当は何トンだったんですか。それが8トンだとしたら何だろうね。その方が伝わりやすいじゃないか。こういうやっぱりね、スタッフ側にも上げ足取りがいるわけ。10トンだよ。でも本当に10トンだったからビビったんだから。もうこんなの漫才までさ、嘘つくなとか言うような人だよ、こういう人は。シャレが効かなすぎる。深夜からね、11時に上がるなんて僕初めてですよ。もういわゆるバラエティ激戦区ですよ、あの時間は。今あれがバラエティにとっては今ゴールデンタイムだもんね。そこでね、できるっていうことはね、やっぱ芸人冥利につきますから。僕は気合入ってますからね。僕のね、やっぱ勢いにね、遅れないようについてきてくださいよ。かっこいい、かっこいい。あんまりひるんでんじゃないよ、本当に。I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for rhythm. Ghosts in the shadow whisper secrets never heard, never found. Red eyes watch from the corners, broken dreams scattered on the street. Electric haze clouds the sorrow, searching for some sense of hope. Echoes in the neon, they call, they cry, they break. Lost souls in the city night, running, running from the pain. Fading memories crash gold.Oh, oh, 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 oh
it light. Have no shame, there's no time. Feel the pain, with the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss that stack. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to fail. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back.